が欲しいんだけどな。こんにちは、アバンバイクストア須崎です。ですね、今回は、ハンドメイドの、バイクをご紹介しますが、いつもの通りマッドマンなんですけれども、すごく素直にスッと組めて、色も今までの感じとはちょっと違っていてイエローなんですよね。ですごく見栄えのいい、なんかあんまりこう高級なパーツばっかりを使うのがグラベルバイクではないような気がするというか、そういう方も、もちろん高いもので最新のスペックを試してみたいという方もいらっしゃっていいと思うんですよ。でも、そうですね、大概の方は、トップブランドではなくてその下の、ブランドだったりもっと下のブランドだったり、グラベルが楽しめればそれでいいっていうふうにおっしゃる方も多いと思います。特にマウンテンバイクやグラベルっていうふうなものは傷がついてなんぼだったりします。で、走ってその場所を、こういうスピード域で走ったことないなとか、そういうご経験からいろんなものが見えてくると思うので、高いパーツはあんまり使っていませんけれども、はい、かっこいい一台ができたのでご紹介します。はい、今日ご紹介するのはマッドマンの、ハンドメイドのものです。で、いろいろとこのパーツはこんな感じ、このパーツはこんな感じ、一通りもうみんな説明したパーツがついてるのであれなんですけれども、このバンディっていう 3S さんのオリジナルのハンドルが結構調子よくて、かつこの高低差が少ないんですよね。で、この高低差が少なくって末広がりで、このショートリーチからちょっと飛び出して外側に飛び出しているこのハンドルバーがすごく、グラベルにいいと思います。で、ワイドになっているのでここからここまでの間に膝が当たってしまうっていうふうなことも避けられますし、コントロールこのぐらいできた後に膝が入り込むっていうこともないので、結構僕は気に入ってよく使ってるんですけれども、コンポーネントはですねライバルで組んであります。ダブルのやつなんですけれども、フロントシングルで組みました。で、650B で組んでありまして、 650B のウィギットで組んであります。で、タイヤは WTB で組みました。先日お話しした感じで、WTB と、ウィキッドはちょっときついんですよね。ちょっときついんですけれども、少しタイトなっていう意味なんですけれども、しっかりお乗りいただけるような感じになってるんじゃないかなと思います。あと
そうですね、ブレーキは TRP の対抗ピストンです。で、機械式で引っ張っているので、比較的、まあ、こういうふうな形で、運用するとリーズナブルな感じになりやすいかなと思います。ステムも、リズナーかな、これは。そうだよね、はい、です。まあ、順番に、ヘッドパーツはシルバーのホワイトインダストリーテーパードのものを使っています。で、 650B で、30ミリのリーム幅、47ミリのタイヤ幅を持っていると、エンビーの、これは、グラベル G シリーズフォークですよね、だとこういう風なクリアランスになります。もうちょっと引いた方がいいですね、バランス的に、はい。もっと大きいタイヤが入ると思うんですけど、まあ、このぐらいの雰囲気がいいかなと思っています。ギアも結構、しっかりとクリアランスがまだありまして、大きいタイヤが入るような仕様になっています。今回のものからハンドメイドのものはクオリス製に変わっております。ただ、まあ、そうですね、チューブは、少し今回のものに関しては、リアバッグを 650B で運用するっていう風な部分で考えてた時に、700よりかは、質量が多いタイヤを使いますので、少し太めの方がいいかなっていう風なところから、こういう風な形になっております。はい、ペグつけた、うん、ポンプペグつけた。ああ、そうだね。一応カスタムのもので考えると、ここにポンプペグをつけてまして、でボトルケージも1個2個、ここに3個つけられるようになっています。まあ、こういうふうなところを、気をつけて組んでるんですけれども、あとは、まあ、シルバーラードですね、WTV。 なんか、まあ、好みだと思うんですけれども、もう少しステムに関してはアップライズさせたい方が、いいような気もするので、今とりあえず、これが割と平行もしくは下を向いているネガティブな感じの向きのステムになっているので、3枚一応下にスペーサーを入れてあります。本当だったら、まあ、10ミリ20ミリ入れてスパッと切っちゃうんですけれども、はい、一応このステムで将来的にもずっと運用するのかは確認してみないとわからないなと思ったので、一回ちょっと多めにスペーサーは入れました。と、まあ、こんな感じで、組ませていただいたマットマンです。ハンドメイドの、ものがだいぶ、1月に2台というふうな感じで上がってきているので、徐々にこう組み上がってくるスピードも速くなっているような感じが今のところ個人的にはしてますけれども、まだバックオーダーどのぐらいでしたっけ。12、3台、はい、頑張ります。しっかり組ませていただこうと思います。今しばらくちょっとお時間頂戴しますけれども、ぜひ、ご相談などは、随時受け付けておりますのでお問い合わせください。アバブバイクビジョンズでは1000人の、サブスクライブしてくださった、フォロワーさんが増えるたびに、ちょっとしたセールみたいなものをやってます。ぜひチャンネル登録をしておくとそのお知らせいきますので、ぜひご活用になってください。結構そう、高級パーツばっかりっていうことではなくて、買いやすい価格帯のもので組んだとしても結構かっこいいですよね。だし重さもね、そんなに重くない感じがするんですよ。まあ、でも10キロぐらいかな、この感じだと。まあ、タイヤが太いんで、チューブレスで組んでますけど、タイヤが太いので、やっぱり、まあ、9キロ台に乗せるって結構難しいんですけど、多分10キロぐらいかな。
カーボンはフォークしか使ってないしってなったら、9キロちょっとでした。まあ、なんかシートポスト変えたり、どんどん詰めていったりするともう少しダイエットできるんじゃないかなとは思います。はい、というわけで今日は、スベクラクのマッドマンハンドメイドモデルをご紹介させていただきました。ハンドメイドモデルに関しては、フレームセットで、27万円ですね。はい、です。塩ビのフォークがついて、ハンドメイド製作された、フレームとあとスワンプシングスでペイントをした、っていうモデルで27万円っていうふうな価格で、やらせていただいております。ぜひ、ご相談などございましたら、下の備考欄の方からお問い合わせいただければと思います。今日も、最後までご覧いただきありがとうございました。